ドン・ルイス一世橋の上層の様子ドン・ルイス一世橋は、ポルトガルのポルトにある道路、鉄道併用橋で、道路ーにかかっている。世界遺産、ポルト歴史地区に含まれ、2016年からは、ポルト歴史地区、ルイス一世橋及びセラド・ピラール修道院として、登録名にも明記された。ポルトの中心部扉の場で、ガイア地区を結んでいる。ギュスターブ・エッフ,フェルの弟子の一人。 テオフィロセーリングが設計し、1881年から1886年の間に建設された。エッフェルはポルトにある別の橋、マリアピア橋の建設に携わっていた。1886年10月31日、ポルトガルをルイス一世が出席して、開通式を迎えた。ドンルイス一世橋は幅8メートルの2階建て構造になっている。 上層の長さは395メートルで、下層の長さは174メートルである。現在上層は歩行者とメトロ用に、下層は自動車と歩行者用になっている。メトロは橋を挟んで、ポルトで最も大きい病院の一つ、サンジョアン病院扉の場で、ガヤの役所を結んでいる。同区間のメトロは2005年9月に開業したが、それ以前は、上段も道路橋となっていた。 橋梁の上段を転用したことによって、上段の道路交通が阻害されることとなったため、メトロの建設に先立って、道路川上流側に別に道路橋を建設し、上段を通っていた道路交通を迂回転させる方策をとっている。ありがとうございます。